おはこんはるちゃお。皆さん、メガボーマンダー使ってますか？メガボーマンダーといえば、第7世代サンムーンの頃ですね。カバルドンとギルガルドと組み合わせて、カバマンダガルドっていうテンプレが作られるほど、めちゃくちゃ人気なポケモンなんですけれども、今回は、パルデアのメガボーマンダーこと、トドロクツキ使っていきたいと思います。型はブーストエナジーを持たせた飛行テラス型ですね。アクロバットっていう飛行の物理技は、自分がアイテムを持っていないとき、威力が2倍になるんですけれども、これを、飛行テラスをして高火力でぶっ放していこうっていう型です。で、努力値に関しても一応攻撃が上がるようにね、いじっぱりと、エースぶっぱ型にしておりますので、早速こいつでね、ランクマッチの方暴れていきたいと思います。すいません、選出画面が録画できなかったんで、ちょっと途中からなんですけど、一応相手こんな感じです。パーティー、こっちは初手カバからの裏に鉄の武人とメガマンダ入れてます。はい、すいません。録画なってなかった、シンプルに。エナジーボールがあるからな、これ。まあ、一旦、アクビ、いや、アクビ巻いていいよな。あ、ごめん。うわ、間違えた。いや、ステルソックでいいか。いや、いいか。別にいいか。結果論いいわ。大丈夫だわ。ちょっとあれだ。録画ボタン押せてない動揺が出てしまった。いや、明らかにあれ巻きに来た。胞子巻きに来た。この毒キノコ。このキノコ、胞子巻きに来やがった。これ草テラス切んないときつくない？草テラス切らないときつくない？明らかにキノコの方針巻きに来たよな、これ顔面が。草テラス切って、でも草テラス切ってさ、きつくなるよね、毒牙が。この毒牙きつくなっちゃうから、草テラスは切れない。ってなった時に甘んじて A の物を受け入れるじゃん。キノコの方針、キノコの方針来ない。マシンガン来た。イカサマダイスとかじゃなければ耐えそうだね。お盆の実食べるから大丈夫なはず。いや、なんとか起点を作ってね、マンダ、うちの主人公をね、今回の構築の主人公のマンダにつなげれれば、もう満体なんですよね、マンダだけに。もう満体。つくてーん。アクビー。アラブルタケ失いたくないと思うし、アクビウスか。いや、アラブルタケ残したいよな。カバルドン逆にここで殺しに来てくれるなら。まあ、キノコの奉仕っていう卓はあるけど。あ、オッケー、引っ込め。トドツキ来た。ステロが刺さって、こんにちは。クォークチャージ。あ、間違えたわ。古代活性だわ。毎回古代活性言っちゃうんだよな。じゃあクォークチャージって言っちゃうんだよな。そう、パラドックス組はこれだよね。いかに本当にこのブーストエナジーをうまく使えるかが鍵になってる。マンダは初手リュウマイヤーの可能性があるけど、まあ、あくび連打でいいですね、ここは。別に殴られたら殴られたでカバルドンがバイバイして相手眠って起点できるんで、リュウマイ積んできても別に眠るから相手。眠れないんだ風のなくぐだりそうな夜に、デイブレイクフロントライン言えなかった。マンダ眠ったね。個人的にそのデイブレイクフロントラインっていう曲がめちゃくちゃ好きで、それを歌ってるオレンジスターさんっていう人がいるんですけど、めちゃくちゃファンでですね、毎年この時期になると狂ったように聴き始めるんですよね。自分でもなんでそんな聴くか分かんない。ということで、とどろく月行ってもろて、本物のメガ進化ってやつを見せてやる。まあ相手次確定眠りしするんで、ユーマイ積んでですかね。これっすよね、マジ。カバマンダの強みっす、これ。あ、引っ込めた、トドロクツキ。アラブルキノーコ出てきた。キノーコの森。明らかにテラスタル切る感じだよな、これ。アラブルタケってさ、テラスタルなんすか？草とか悪じゃないよ、基本。違うのかな？何テラスだ？何テラス？アラブルタケって分かんないんだけどさ、何テラスだろう。まあいいか、飛行テラス使ってぶっ飛ばしていいよな。いや、電気テラスとかないだろ、さすがに。電気とか氷はない気がするんだけど。いや、でも氷マスカーニャっていう前例がいるか。いや、アクロバットだ。進化を超えろ、メガ進化。
ぶっ飛ばせ全員。あ、そうっすよね、テラサー切るよね。急に冷静だな俺。いや賞味安定。あ、ドラゴンテラバーストとかが、つまりこれ耐えて、耐えるかそれ。耐えると思う。耐えます、アクロバット。いや荒ぶれたけども結構耐久あるからな。ふーん、いやー強すぎる。まあ、古代の王の力舐められてますよこれは。さすが、さすがメガマンダッスは、まあ、耐久ぶり調整できねえけど、防御貧弱すぎてね。そう、アクロバット型の強みですよねこれ。龍舞起点作って龍舞さえ積んでしまえれば、まあアクロバットとね、ブーストエナジーのね相性も抜群だから、もう高火力な飛行技がね一生連打できるっていう、ここは自信でいいっすね。さすがに相手テラサル切ってるんで、自信で鉄のドックがぶっ飛ばしていきましょう。オッケー。いや、パラドックスなんてね、パラドックス界の王ですよこっちは。この赤き月、血に濡れた三日月さんがね、全員ボーボーにしてやりますよ。さあ、相手はおねむなとどろく月出てきたが、まあ、ステロでダメージも入るから、ここはに、まあ、龍舞も積んでるんでね、余裕でしょう。で、ということで、このアクロバット型、メガマンダで3立てと。いや、マジで強いっすね、こいつ。相手の方、ありがとうございました。よし、相手の方、よろしくお願いします。イルカマン。デカヌちゃん。デカヌちゃん、久しぶりに見たな。あとペリッパーっすね。いやこれ賢いっすよ。イルカマンとペリッパーを横並べしないことによって、一瞬アメパじゃないなっていうのを悟らせる高等テクニックを使ってますね。そんな話はどうでもいいとして、これあれなんだよね、クエスパトラとかこの世ザルがいるからな。クエスこの世ドラパルトとかありえるんだよな。ドラだよね、なんか起点にめっちゃ作ってきそうなポケモンいるような。イルカマンとドラパルト以外全部起点作ってきそうな見た目もしているが、うん、そうなの、ね、カバルドンにあとマンダでいいか。いやでもこれだとあれか、イルカが結局きつくなっちゃうから、マンちょっとカバ休むか、自爆を入れ出そう、磁石出すか。相手が先発デカヌチャ、うん、クソデカハンマー来た、鉄の武人出す。あー、まあ、あ、そうっすよね、風船っすよね、ですよね。インファでとりあえず削るか、どのみちステルスロック貼られるから。オッケー、二角取れてる。殴ってきてもオッケー、別にタスキでドーミサイル。おー、クソデカハンマー、ダスギルピッ。猫だましデカヌちゃんっていうさ、そこそこ面白そうなの、この間かん。これ待って、ゴツメドラパとかないよな。ないわ。まあ、影打ちでいいかな、じゃあ。まあ、ドラパルトが冬打ち持ってたら意味ないけど、別に。いや、でも身代わりケアでムーンフォ打つのも卓だったかな、ちょっと。別にデカヌちゃんぶん殴ってきたからな、起点作りとかじゃないと思うんだけどな。あ、封じ込め、まあ封じ込めは別にいいよ。壁ドランパー、なんだそのすごいバトン式やん。もうバトンやん単純に。いやー、呪われボディで封じ込められたのきついっすね。光の壁張ってきた。まあ、磁場コイルでいいかな。シャドーボール。まあ、特殊、壁ドラパなら、呪い、両壁、なんたらかんたらだと思うから。うん。シャドーボールだと思うから。まあ、適当にラスターカノンパナして、時間か、
え、やばくない？相手強くない？特級呪霊なんだけど。は？特級呪霊ドラパルトなんだけど。はやばくない？相手ちょ、やばすぎません？呪いケアでボルトチェンジいきます。オッケー。あ、待って、でも自爆するから引けねえじゃん。引けないんじゃん。してやられたぜ。特級呪物ドラパルトなんだけど、2連呪われボディはさすがに不正だろ。不正は許さない。イルカマンはいなさそうこの時点で。デッカちゃん来た。肩破りや。ドラゴンボール風に行ってみた。クソデカハンマー打ってくるよな。クソデカハンマー打ちに来た。顔面してるよなこれ。あー、テラスタル切りたい節もあるけど、テラスタル切っちゃったらゲームエンドだよな、ね、これ。こっからこのよう、いや、このヨザルいたらもう出てるはずだから、ラスイチなんだよ俺。ベースパトラとか。ここでスロか。なるほど。いや、このヨザルいる説出てきたよこれ。アンコールケアした方がいいよね。アンコールはケアした方がいいよ。いや、関係ねえか。トドロク付きの方がまず素早さが早いから。いや、ちょっと待って、電磁波持ってる可能性あるか。挑発から入ります。かかってこい、かかってこい。フォックス畑落とすではないはず。電磁波あるなら電磁波出す。アンコールオッケー。電磁波も打てない。デカハンマーはまず耐えると思う。ユーマイ積んでいいよな別に。裏のポケモンも見る感じ。いや、ドラパルトでも死んでんのか。ドラパルト死んでるから別にいいか。いや、マンダは初手リュウマイヤー初手じゃねえけど。ジャレ持ってる？持ってないだよな、デカハンマー。いや、どんぐらい食らう？オッケー。いや、テラサラはまだ隠そうか。自信打ちます。交際選ばれた。対戦ありがとうございました気合の龍舞。これがメガマンだ。